さあ、こたびは南安城駅へとやってまいったじゃー、安城城址。今目の前に鳥居が見えてると思うんだけど、その手前な、つまり今鉄かぶが通っているここ、参道が切れてしまっておるんだよな。おそらくはこうツーとのこっち側に道が伸びておったはずなんじゃけど、昔の建物その名残が現世にこういう風に残っておるっていうのが面白いよなって高尾先生がよく言っとる。胸が高鳴るってさ、安城城ってどんなところだと思ってたんだよ。訪れるときは半分量ですわ。さあ、間もなく月も落ちてる。安城城って面白いんだな。安城城。先生の好きなお墓。あ、なんかすごい。確かに。あれは。階段から落ちない。え、どこが安城城址？書いてござるような気が、なんか何か立っとったような、今チラッと見えた。あ、うん、うん、うん、なんじゃろう、これの説明なんか、これの説明かもしれない、もしかして。じゃーん、小の塔。あ、やはり、あ、楽器をデザインしておるって。あとさ、ほら、なんか靴が落ちてる。靴ってさ、これ、あれ坊やのやつじゃないの？ああ、ありがとうございます。いや、なんか、すいません、やめて、そう、僕のです。あれ、でも片っぽは？あ、ここにありました。すいません。はい、じゃあね。靴はなければ靴じゃん。ああ、あっちにこれ、これ違い、あ、違うか。安城市民憲章。これじゃない。フォントが怖い。あー、見てくだされ、これ。戦国、え、絶対、あ、信長様の、残りわずかっても書いてなかった。なんじゃこれ。あー、なるほど、こういうのがあるんじゃな。マグネットは別にいらない。あとな、見て、ドキドキドキのドキの T シャツがある。ジョンモニアンスタイルス。もっと大きいのがよかったな、もっとこうやってそんな大きいものどこに置くというのか。てれん、お米のモロクイーズ。これ何やらな、今企画展やっておるようなんじゃが、この企画展を見てクイズなるものに答えると景品をプレゼントと書いてござる。ちょっとな、こういうのはちょっと燃えてくるな。やってみようと思います。
ちなみに高尾先生を誘ったけどやらないって言っとった。めちゃくちゃ一人でやるしええわ。みんな見て、クイズに答えて正解したからボン菓子もらった。お米の展示じゃからボン菓子じゃって。あ、で、あとな、あとな、あとな、さっきあの安城城址どうなっとるんじゃろ、石碑みたいなの立っとるのかなっていう話になったんじゃけど、それはないみたいなんじゃ。ただこの近くに、あ、これな、これな、くれたんじゃ、これくれたんじゃよ、これもらった。これにあのな、本丸でちゃったところがこの近くにあるっていうことじゃったから、そこに行ってみようと思います。どこで覚えた？あ、表紙？あ、表紙、あ、まず、家康と松田についてっていう、これは安城市歴史博物館の展示図録です。手押しポンプある。どうやるんじゃろ、こうか、でもいいか、ん、ん、ここが本丸じゃったところ。門の跡、先生、はい、半分あげる。あ、ありがとう。割ってある。あ、ありがとうございます。うまっ。やっこー、かゆい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 。チャンネル登録、チャンネル登録、リン